今日紹介する作家は与謝野晶子。日本中が戦争へと邁進していた日露戦争の最中に発表され、大きな議論を引き起こした作品です。明治37年、日露戦争が始まって間もなく、雑誌「明星」に一編の詩が掲載されました。戦地に赴いた弟に送る歌という形で、戦争への素朴な違和感を表明したその詩は、愛国的ではないという理由から激しい非難にさらされました。ああ弟よ、君を泣く君、死にたもうことなかれ。末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも。親は刃を握らせて、人を殺せと教えしや。人を殺して死ねよとて、二十島でを育てしや。親の名を継ぐ君なれば、君死にたもうことなかれ。旅順の城は滅ぶとも、滅びずとても何事ぞ。君は白々な空き人の、家の習いになきことを。君死にたもうことなかれ。スメラ巫女は戦いに、王自らは出でまさね。肩身に人の血を流し、獣の道に死ねよとは、死ぬるを人の誉れとは。王御心の深ければ、元よりいかでおぼされん。ああ弟よ、戦いに、君死にたもうことなかれ。杉西秋を父君に、遅れたまえる母君は、嘆きの中に痛ましく、我が子を召され家を盛り、やすしと聞ける王御よも、母の白髪は勝りゆく。のれんの陰に伏して泣く、あえかに若き新妻を、君忘るるや思えるや。とつきもそばで別れたる、乙女心を思い見よ。この世一人の君ならで、ああまた誰を頼むべき。君死にたもうことなかれ。あ、おかしいおかしい。X マン出てくる人、なんだっけ、X マンじゃない、マトリックスか。クラゲいるんですか。クラゲ、これ全部クラゲなの。いや、すごい。楽しい。